今日は八木先生お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと炭酸生態の実践会が終わったんですけども、もともとなぜ炭酸生態をこう入ろうとしたきっかけとか教えてほしいんですけど。はい、もともと安治先生 の、 あのお客さんやって、まあその時も僕も腰痛とか座骨神経痛ひどくて、もう受けた時にもうほんま感動したっていうのがあって、まあその時はほんまにサラリーマンやったんで、その施術家とかも全く思ってなかったんですけど、ちょっとまあいろいろあって施術家になることになった時に、あ、俺はもう絶対炭酸取り入れようと思って、でやっぱしあのね、あのお客さんは施術される人 の、 あの負担も少ないですし、あの僕ら施術家の方の負担も少ないので、ほんまに一石二鳥で、はい、あのね、どんな治療にも合うんで、はい、あのぜひ取り入れるのが絶対いいと思うので。なるほど。その患者さんのリアクションはやっぱりいいですか？そうですね、かなりいいですね。ほんまになんかもうマジックショー受けたみたいな感じの反応してくれる人とかいますし、はい、これ入ろうと悩んでる人に何かアドバイスとかありますか？悩んでもう、それでも入った方が、もう太鼓判で入った方がいいと思います。わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。